本の代表的な家電メーカーだった、シャープが、台湾の鴻海工業に買収された。問題は、当初は、リストラはしない、はずだったが、結局は7000人規模の大量リストラ、それが始まったこと、だ。規模が大きい、結局は方法論としてそれ以外にない現実。1000人で1億円。を稼いでいた環境が、500人にして、7000万円稼ぐようになったら。それは発展していると言えるのか、切り捨てた500人は？それでも、方法がない。もちろん1000人で1億円だったものが、2000人で1億円では、内部の困窮は想像に余りある。難民の受け入れ、それは今、そういう意味、ではあり。ともかく表には内需拡大の方法は、ない。衰退する一方だそれは、わかっている。ただ、大衆とは？1000人の中で、800人側か200人側か。その思想は、どっちにいるべきか。